メメントモリの破壊に一人合流に遅れたセツナも仲間を追って地上へ降りるが彼の前には黄色に染まる因縁の気鋭が現れた。 黄色の機体、アルケーガンダムを追ってたどり着いたのは全ての始まりの地。今は亡き母国クルジス共和国であった。よう、久しぶりだな、クルジスのガキ。いや、もうクルジスの兄ちゃんか。アリアルサーシス、貴様、 イノベーターに。おうよ、傭兵はいろいろあれば、ギャラ次第でどこにでもつく。あんたの戦いに意味はないのか。あるよ。おめえには理解できないだろうがな。待てよ、今日はお前さんに会いたいって人を連れてきたんだ。俺のスポンサー様だ。<笑> いや、イノベーターか。そうだよ、名前はリボンズ、リボンズ・アルマーク。久しぶりだね、セツナ F ・ セイエイ、いやソラン・イブラヒム。何？そうか、君にとって僕は初対面だったね。でも僕にとってはそうじゃない。 僕は11年前に君と出会っている。そう、この場所で。愚かな人間同士が争い合う泥沼の戦場、その中で必死に逃げ惑う一人の少年。僕は君を見ていたんだ、モビルスーツのコックピットからね。 あの機体にオーガンダムに。あの武力介入はオーガンダムの性能実験、当然機密保持のため、その場にいたものは全て処分する予定だった。けれど僕は君を助けた。オーガンダムを、僕を見つめる君の目がとても印象的だったから。それだけじゃない、 データを使ってガンダムマイスターに君を推薦したのは僕なんだよ。礼を言ってほしいのか。君の役目は終わったから、そろそろ返してほしいと思ってね。それは本来僕が乗るべき機体なのだから。悪いが断る。 致命傷を避けたのはわざとかい？大将、俺の生きがいは戦いでね。サーシスの教団を浴びたセツナは右腕を負傷し、アルケーガンダムとの死闘を余儀なくされる。それでもセツナはダブルオーライザーを借り、 サーシスを相手に前線していくが、長引く戦闘と教団の傷により彼の意識も途切れかけた。その時、刹那、声が聞こえる。なぜ 突然耳にしたマリナの声は、やがて子供たちとの歌声に変わり、戦いに摩耗したセツナの意識を包んでいく。セツナ、お前は変われ。変わらなかった、俺の代わりに。
どこまでが現実で、どこまでが夢だったのか、刹那には分からない。戦線を離脱した彼の意識は深い闇へと沈んでいく。戦いばかりの人生に、せめて今だけはと、束の間の休息を得るように。散りゆく光の中で、全市民の方々に報告する。私は地球連邦軍情報作戦室所属、パング・ハーキュリー大佐。私は同志たちと共にこのステーションを占拠した。駐留軍、各生命維持施設、リニアトレイン、そして太陽光発電システムも私たちが掌握している。私たちの目的はただ一つ、連邦政府直轄組織独立治安維持部隊アローズの蛮行を世に知らしめ、その是非を世論に問うためである。反政府組織を排除する名目で彼らが数百万規模の虐殺を行っている事実をあなたはご存知か。中東再建のため罪もない多くの人々が殺されたことをご存知か。そう、あなた方は連邦政府の情報統制によって偽りの平和を与えられ、知らぬ間に独裁という社会構造に取り込まれているのだ。この事実を世に知らしめる間、あなた方の命を預からせてもらう。憎んでいただいて構わない。だがこれだけは断言する。我々は連邦市民の利益と安全を守る軍人だ。故に誤った政治、誤った軍隊を正すこともまた我々軍人の使命なのである。
するしかねえ。大勢の命を守るためにも。命を守るためなら、こんな愚かな行為を許すわけにはいかない。作りし我がマスラオの奥義を。私は純粋に戦いを望む。戦うだけの人生。ガンダムとの戦いを。俺もそうだ。ガンダムを超える。それが私の。だが今は生きる証だ。そうでない自分がいる。